こんにちは、吉谷さん。コンビニもね、1店舗から始まったと言いますし、どんなチェーン店も何百店舗あろうとも、最初の1店舗が成功したからこそ2店舗目、10店舗目と広がったらしいんですよ。で、仮に最初の1店舗が成功しても、この店を広げようと思う人がいなければならなかったと思うんですよね。よし、店が繁盛したぞ、やった、あとは遊んで暮らすんだと思えばね、遊んで暮らすという方が実現したと思いますし、店舗を広げようっていうふうに従業員さんとか言ってもね、社長がね、いやもうそんなめんどくさいよと、俺はもうこれでいいんだと思えばそうなると思うんですよ。まず思うっていうのが大事かなと思います。前回お送りした100万円のステップっていうのは、多くの方が思うか思わないかで退場していくんじゃないですかね。だって月収100万、いや無理だろうと思って退場するでしょ。で、退場する人が多いから、私はいや、いけんじゃないかなと思って次のステップに進んで、じゃあ月収100万を達成している人はどんな稼ぎ方をしているのかなっていうふうに学んでいくんですよね。で、その稼ぎ方を体得するためにはどんなことを知ればいいのかなと、誰とつながればいいのかなと、どんなメディアを持てばいいのかなと、自分が初期投資として購入するべきものは何なのかなっていうふうに一つ一つ進んでいくんですよね。で、試してみてダメだったら別の方法を見つけるんですよ。要するに思って学んで試してダメだったら、あ、このルートじゃダメなんだってことが一個わかるんで一歩前進ですよね。これを繰り返していくと、繰り返せない人がまたいるんですよ。やっぱダメじゃんって思う人が脱落していくんで、2周目っていうのは結構楽になるんですよね。3周目はライバルがもっと減ります。4周目はもっと減ります。5周目はもうほとんどいないです。あとは自分との戦いが待ってるんですよね。どこまで自分の欲望に真摯になれるのか、自分が想像したことを達成するためにその自分の思いを消さずに生き入れるかってことですよね。気がついたらですよ、月収100万を超えてるわけですよ。でも多くの方は月収100万って聞いた時点でどうせ無理って思うんですよ。得意技ですよね、どうせ無理と。じゃあどうせ無理なんだったら、あなたは何ができますかって私はね、聞くことがあります。いや、あれもダメ、これもダメ、それもダメ、じゃああなた何ができるんですか何ができるかっていうのは今日の時点でできてなくてもいいんですよ。これから何かに向かってそれを達成するぞというふうにあなたが勝手に決めれば、その道は急にパッとね、できるわけですよ。その道ができるんですよ。その道を開くかどうか、進むかどうかはもうまたね、それぞれ自分次第ということになるんですけどね。だからね、もっともっと挑戦してほしいなと思いますよね。レベゼン地球さん、すごいですよね。5、6人のファンの前でそういうことを言う。でも、やっぱりね、5、6人のファンの前で言う人もいれば、100人、200人のコンサートホールをいっぱいにできている人でも言わなかったりするんですよ。ここまで来れてありがとうで終わる人もいるんですよね。はっきり月収100万とか言ってね、ビジネスをやるんだったらスタートラインだと思いますよ。よく考えてもらいたいんですけども、例えば月収20万とか30万でまあまあ稼いだかなと思う人、あれがないですよ。月収20万30万って言ったら退職金とかで、あとね、いつまで働くつもりなんですかと。月収20万30万じゃなくても40万50万でもいいです。月収40万50万フリーランス、もしくは自分でビジネスを始めていて年間で1000万稼いでない人、70歳までそれで行くんだったらまだいいです。でも70歳まで年収1000万でね、行ったとしても、その後ってどうするんですかね。なんかせっかく自分でビジネスしてるのに、定年退職に合わせてそこまで働かなくてもいいんですよ。まあ40代とかね、50代でそのビジネスをもうね、ドロップアウトして引退して、なんですかね、リタイアしてね、そこからは余ったお金で暮らせばいいじゃないですか。利回りで暮らせばいいじゃないですか。そういうのを目指してもいいと思うんですよ。で、私は40歳で、私のことで恐縮ですけどね、私は40歳で、やっぱりネットビジネスでスタートしてね、速稼塾とか言ったら、速稼塾、早く稼ぐ塾、広島ナンバーワンインターネットビジネススクール、その時の借金3000万店舗赤字過去5年間で潰した店20店舗、解雇した人数、社員で26人、こんなね、ズタボロの人間が広島ナンバーワン語るわけですよ。でも本当にそうなりましたよ。広島ナンバーワンを語ってた時点では分からなかったですけども、おそらく